あれ、正月何してる？お正月ずっと家で一人でいましたよ。何してたんですか？あ、テレビ見てたね、ずっと。変わらんじゃないですか、俺。あ、その、みつおさん、これ。そうそう、これ、いります？いらないよ。てか、いりますっていうか、どうぞ。いや、いらないよ。いやいやいや、いらない、ゴミだろ。おい、ゴミじゃないですよ。ちょっとちゃんとしたものですよ。何？じゃあ開けてください。くれんの？はい。え、何これ。出してみて。これ何？フルーツサンドです。え、どうしたのこれ。俺が作ったんですよ。そう。え、なんで？いや、そうそう、その年始とか暇で、うん、で、あ、なんかフルーツサンド食べたいなと思って作ったんですよね、昨日の夜。おお、あ、俺にくれるために。そう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 。あ、プレゼント。俺が作って美味しかったんで。あ、美味しかったよ。そうそう。あ、そうな、ありがとうありがとう。はい。そうか、ありがとうありがとう。いや、タクト君さ、一、うん、つ言っていい？うん。これさ、くしゃくしゃすぎるよ。あ、いや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 、それは本当に、いやいやいや、これくしゃくしゃすぎるぞ。いやいや、本当にゴミかと思ったもん。ゴミって、だってさ、あとさ、これまあしょうがないかもしれないけどさ、うん、しょうがないかもしれないけどさ、これラップもさ、いや、くしゃくしゃすぎるぞこれ。これさすがに俺さ、これ食べる気なくなるぞこれで。これイチゴもさ、ブワッ、はみ出てんじゃん。ちょっと形は悪いですけど、味うまいっすよ、うん、いや、うまいかもしれないけどさ、いや、これくしゃくしゃすぎる。あの、昨日さ、俺バイトのさ面接したんだよ、はいはい、あの新しく。ほいでそいつがさ、なんか T シャツがこうくしゃくしゃの T シャツで来て、いや頑張って働きますって言うけど、もうそいつ不採用だよ当然。もうそれ見た目でさ、そんなくしゃくしゃの T シャツで来たら不採用だろ必ず。うん。え、じゃあ俺のこのフルーツさんが不採用ってことですか。まあ不採用だな。バイトの面接ならこれ不採用だ。いや、じゃあいいっす。いやいや、嘘嘘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 採用だよ。おかしいでしょ、だって採用だよ。食べ物渡して。いや、採用採用採用だよ。何採用でご利用してるんですか、マジで。時給は1100円からです。食べるんですか。時給は1100円からです。いただきます。ちょ、これ家で食べるよ。今食べてください。じゃあどうするの。いや、家で美味しく食べるよ。いやいや、美味しく食べれますよ今でも。じゃあ1個食べない。俺はムゾウさんのために作ってきたから。いや、いいよ、いいよ。俺もう食べたから。ムゾウさんに食べてほしくて2つ作ってきたから。食べてくださいよ。お、じゃあ食べるわ。ありがとう。今ね。うん。じゃあ食べよう。ありがとう。いただきます。いただきます。美味しい。本当に本当に本当に。うん。美味しいですか。